はい、どうも、部長のミルスケ太郎です。ということでですね、ゼロワンやっていきたいと思うんですけど、どういうこの車。コントローラー間違えてもちょっと。パルサーです。行きましょう。パルサー余裕だと思うんだけど。どうだろう。パルサー早いぜ。581馬力だっけ？あれ？まあ、そんくらいあって、300キロなんて余裕でしたわ。なんで黙ってんやっけ？余裕ですよ、本当に。余裕。正直、パルサー使って申し訳ないと思うけど、パルサーこんなに速いとは思わなかったんだよ。舐めてた。速え。直力積んだパルサー速えわ。危ねえ。速えわ、マジ。百鬼夜行。いや、パルサー速くない？ほら。パルサー速いよ。いろんな車に乗ってみてるけどさ、300キロで到達する L6 エンジン積んでるっていうか、その L6 積んで速い車ってなんかそうそういないんだよね。うん。はい。で、 L6 積んで目標とされるのが必ず300を超えてこないと L6 積んでも全然速くないんで、で320平、普通に走って、ストレートで320くらいやりました。320いかないと遅いですね、すごく。まあ300いってなんぼで、320やべえんだけど、320いってかなり速いかな。でブーストいってで、めっちゃジゴジゴってんだけどさ、そのぐらいですかね。うん。まあ全部同じセッティングで、出してみて、でそれで300キロいかなかったらもうお大仏車として扱うと。申し訳ないけどね。はい。パルサー意外とね、なんかいじるところがなくて、サイドくらいかな、いじったの。うん。まあ動画見てた方は分かると思うんですけど、26はパート26見てる方は分かると思うんですけど、パルサーいじるところがないんだよ。いじるところが、だからもっといじりたかったんだよね。で26話で Z 買ったんですけど、 Z も最高速があんまり伸びなくて、売り飛ばしたんですよ。でその後に買った車っていうと、何かっていうと MRS 買ったんですよ。MRS 早いよ。あれ早かったよ。やらかした。ワンダーラーだった。やらかしちゃった。やらかした。しかもスタリオンで開かした。まあいいや。タタラタタラタタ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 タ終わっちゃったよね。あーまで聞かせてくれよ。パルサーだから雨だから大丈夫じゃねっていうことをちょっと、あ大丈夫、あー微妙、あーまあいいや。パルサーだから俺は信じてる。うん、パルサーだから信じてるよ。信じてる。S タイヤだからあれだけど、あやっぱパルサーいいね。雨のパルサーはやっぱ強いよ。やっぱ 4WD ですよ。もうタイヤが S タイヤだからさ、
そのあんまり食いついてくれないんだよね、 S タイヤと。ハイグリップタイヤだとちゃんと雨の日でも吸い付いてくれるんだけど、やっぱそうだね、雨の日だったら危ない。 OK、おー、ライブか。ライブ、そう、ライブは直4なんだよね、確かね。で、それで、あ、でも直6積めばいいか。ライブにも直6積めばいいか。じゃあどうかな。なんか乗ってみてくださいとかっていうのがあれば、確かパルサーはね、一回あったんだよ。パルサーは序盤の方で、パルサー早いですよっていうのがあって、ちょっと思い出して、ちょっと乗ってみたんだけど、後で行って、乗ってみたんですけど、いやパルサー早いね、直力積んだからかな。ちょっと痛かった、本当に痛かった。いや遅すぎ、遅すぎー、ラインもやっぱ遅いんだな、やばいやばいやばい。ハイグリップタイヤだったらもうちょいいけるけど、遅いな、ラインも遅いぞ。まあ、直力積んだパルサーだからな、GTR と同じだぜ。300キロ出るぜ、やべえ。これ事故ったらやべえから、やばい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 。お前は行くんだよな、じゃあな。いやー、300キロ出るって怖いね。このソウル考えたらゼロをやってる人たちってやばい、やばい。ゼロはやばいよね、だって400キロだよ、424キロだから、やばいよ。ちょっと時間かかりすぎた。雨はやっぱちょっと辛いな。Hey yo、 やってやんぜ、やってやんぜ。ゼニゲバヨス、余裕のゆっちゃいがでござるよ。余裕なんだよ。あ、抜かしちゃったよ。もうパルサー余裕すぎねこれ。なんかもうパルサーのその速度検証みたいになっちゃってるから、これ何キロ出るんだいみたいな動画になってるから。果たしてパルサーは何キロ出るのか検証です。もう300キロは余裕ですね。はい、もうもうちょい出るよね。あ、でもこれ危ないな。もうちょい出ますよねっていうね、この意味のわからんって言うんでしょう。余裕っていうね。さあ、ベンツ、ベンツも改造すれば早いのかね。どうなんだろうね。 V8 のやつらって結構早かった気がするんだけど、どうだったっけな。 V8、V6 のやつら結構早かった気がするんだけど、直録にはかなわなかったっけ。どうだったっけ、セッティングが出ないとかそんなんだったっけ。バイパーは確か別だったのかな。バイパーは無双の対象だったのかな。余裕ですね、はい、はい、余裕でした。リーダーですか、リーダーですか。あ、そうですか。デンデキデンデン、デン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 、デンデキデン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 。はーい、お、早い早い、お、早い早い。
まあ、早い早い、さよなら。余裕っちゅうね、やっぱね。あー、パルサーいいね。いいコーナリングするよ。でもグランツーリスのパルサー一回も乗ったことねえな。やっぱこういうゲームだからこそね、この陳車っていうのが生きてくる。陳車でもないな、パルサーラリーでは速かったはず、確か、確かね。いやー、乗りやすい車はいいね。うん、はい。パルサー、そう、俺パルサーはラリーで知ってたんだよな。ラリーのパルサーだったら知ってた。で、あとうちのえっ、ー、と母親の兄か、母親の兄が昔パルサー乗ってたね。 FR のパルサーだからセダンの方ね、あれに乗ってたんだよね、パルサー。黒だった。パルサーと言ったら黒でしょみたいなね。オッケー。まあ余裕なからさ、あれさっき倒さなかったっけ、違うやつ、違うやつか、さっき倒した気がするんだよな。まあいいや、インプレッサーもう余裕だからさ、じゃあねって感じで。ちょっとこれブースト使ってみてどこまで出るか検証しよう。パルサー確か340出る。あれだわ、多分これ湾岸線行ったら340出るやつや。早いわ、早い早い早いや。はい、パルサーいじるところがなかったから本当に面白くなかったけどな。早いわ早いわ、なんだこのこれ。あーやばい、もう早いね、本当に早い。早いね、本当に。 OK、 とりあえずブースト使っちゃった。早い早い早い、オッケー。はい、リーダーですね。リーダーじゃないの、ここが最後か、こいつが最後ね。分かった分かった、何、サンサン、サンサンだね。うん、分かった分かった、 OK。 よっしゃ行くぜ、ダイナミックアーキテクチャー。さよなら。余裕だな、本当にもう本当に余裕。なんだこれ、あ、事故る、危ない、事故るとこだった。本当にね、余裕。はいえ、はいえ、あ、半分まで減った、半分まで減った、危なかったマジで。デン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 。はい、おー。
イエス。やばいやばいやばい、ここはやばい、ここはね安全に行かないと事故っちゃう。余裕じゃねえか、じゃあねって感じ。はい、お疲れ様でした。はい、ということでですね、ひとまず今回はここでおしまいです。あんまり見どころはなかったんですけども、パルサー早いですね。パルサー早いということで、次回は MRS 買ったんで MRS の方乗っていきたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。